はい、皆さん、こんにちは。今日もフロストパンク2やっていきたいと思います。前回の続きですね。前回、プロローグが終わりましたので、今回からチャプター1に入っていきましょう。そこをつく石炭ということで、キャプテンは死にました。彼が衰弱するにつれて、いさかいが増え、町の維持機能は停止してしまいました。今、ニューロンドンはその代償に苦しんでいますよ、ということですね。まあ、この今ある現状から少し、復活させないといけないんですが、まあ、石炭がちょっとやばいよということだと思います。さあ、仕事に取り掛かろうということで、一旦時間を止めよう。石炭を加工して住まいを拡大。浅い石炭層までフロストブレイクして、最終服を建設。ジェネレーターを稼働させる。住居を増やすということですね。まずはフロストブレイクしよう。マップ。マップ的には結構なんかいろいろなものが置いてありますね。で、石炭はここか。ということで、ちょっとこちらの方を増やしていきましょうか。どうしたらいいかな。このまま進んでいく形にしようかな。そうすると最短距離でちょっと掘っていくか。これで3つとりあえず入れれそうですね。あと住宅の方も作っていかないといけないので、どうしようかな。こっち側掘ってるので、この逆側に作っていくか。フロストブレイクしていきましょう。こんなにいらないか。まあ、ここらをちょっと広げるような形でフロストブレイクしていきましょう。さあ、これで時間進める。まずは、チークが、しっかり使えないと意味がないので、これで OK。最終。で、こちらですね。取れるかな？はい、3つ、とりあえず入れましたので、これでどれぐらい石炭が取れるかが問題です。で、逆方向には住宅を建てていかないといけない。はい、こちらは、まず1つ、横にも行けるのか。で、暴風地形なので少し熱効率が良くなるみたいですね。2地域建てないといけないよということですので、もう1地域建てていきましょう。これで OK。 横に増やしてあと1個、ちょっと建てられなかったかな。もう1個だね。もう1回やりましょう。と同じ場所を押してしまったかな。で、ちょっと回転させてみよう。で、こっちの方で、あと1個もここで OK。よし、とりあえずこれで住宅2つ受けましたね。で、あとはマイナスなのは食べ物。そして物資もないよと。なんか食べ物はそのまま取れそうな感じの場所がありましたので、ここ取っていきましょうか。どうなのかな。それとも、ここもフロストブレイクして、つなげてった方がいいのかな？さあ、ちょっとつなげていきましょうか。はい、ここに行きます。では、完成までちょっと待ちましょう。はい、とりあえずここで石炭できましたね。プラス120ということで、これでまあ、ジェネレーターの方は起動できるよと。いうことで、ジェネレーター。これはまあ一緒ですね。プロローグのところと一緒なので、まあいいでしょう。で、住宅地の方も今一個できたし、もう一軒できる。はい、どうかな？まだできない。で、はい、これで OK。最後の手段ということで、お見事ですと。いうことですね。で、この炭鉱の方はニューロンドン最後の鉱脈だよと。いうことです。で、こちらの方をどのように使っていくかを決めないといけないということですね。居住区を拡張する。拡張する。居住区にあるのかな？オプションがありますね。これか。拡張してくださいということですので、拡張していきましょう。3マスですね。拡張していくと。その他はどうかな？なんか、置いた方が良さそうな、資源はありますかね。とりあえずフロストブレイクしとかないといけない場所はありそう。石炭のところはフロストブレイクしておきましょうか。
あとはなんか、建材かな、これ。建材がありますので、建材もちょっと取っておきましょうか。はい、こちらの方を取っておく。あ、ここにも建材あるんで、後で建材の方をまた見ていきましょう。で、建物の拡張はまだ終わっていませんね。研究所を後立てて、鉱山を発見するためのアイデアをやる。で、家もちょっと建てないとやばいね。家ももう一区画ぐらいないと、人が住めない。はい、ちょっと上の方にも行くようにして、行きましょうか。はい、こちら建てておきましょう。これでも足りないのかな？まあ、拡張してどれぐらいプラスになるかだな。3区画、プラスになれば、13、5もプラスになりましたね。結構いい感じ。で、こちらの方の研究所の方を、この中に、黒くなってる場所ありますので、ここに入れていきましょう。はい、OK ですね。これで今のところは大丈夫。そのうちに食料関係か。勝手に立てていいのかわかりませんが、食料関係もちょっと立てていきましょう。こっちに行かないといけないかな。全然届かない。2マス、あと1マスか。まあ、それならば、まあ別にあっち側に行かなくていいから、区画をちょっと攻めて広げておきましょうか。まあ、これも今2つでどれぐらいプラスになるかも見ていきましょう。で、物資の方もマイナス50。やばいね。いろいろ建てるものがありすぎですね。はい、そしてなんかイベント来ています。ジェネレーターの起動、子供が生まれたよということですね。はい。こちらは頑張ってすくすく育ってほしい。で、頑張ってこの子らが死なないようにしてあげないといけません。さあ、建物、なんか来た。アイデアツリー。アイデアツリーってなんだ？アイデアツリーがアンロックされると。研究開発みたいな感じですね。OK。で、イベント。ニューロンドンでのせめぎ合う共同体ということですね。ちょっと群衆が新たな研究の外に集まり、最後の石炭鉱脈をどう採掘するかを議論していると。ストルワーツとニューロンドナーズは機械による採掘を重視しようと言っていますが、ブロストランダーズは簡素な方法で進めるようにしてくださいと。さあ、これ見てみよう。アイデアツリー。はい、こちら炭鉱ですね。で、フロストランダーズはこのダスト炭鉱っていうのをやりなさいということなので、まあこれはこれでいいのかな。で、こっちは労働力が少ないけど、物資の需要がめちゃくちゃ高いな。これは困ったね。はい、ということで、まあこちらのアイディアにちょっとしておきましょうか。はい、OK。で、今、住人の方もこれで出来上がる。はい、これで住宅できました。プラス7ですね。で、食事関係も今取れた。まだマイナス24。結構きついな。さあ、フロストブレイクしていって、ここまで行ってるのか。ちょっとこれも何か気になりますね。はい、とりあえず。食料関係を、これで全部一応いけたのか。取っていきましょう。あと物資か。物資の方も、やばい。お金の方が結構なくなってきたぞ。物資もここにあるので、取っていこう。よし。で、こんな感じで進んでいけばいいのか、わかりませんが、進んでいきましょう。さあ、こちらダスト炭鉱の方の開発が終わったみたいですね。ということで、これを、どれだ？最初のこれか。ダスト炭鉱の方を、ここ黒くなってるな。こいつをつけると。はい、いうことで、これで採取地区に新しい研究した建物を設置で OK ですね。その他なんか研究できるか見ていきましょうか。新型炭鉱、これは無理。家の断熱はいけるのかな？アイデア50。アスベスト勝利。全員が一緒か。全員が一緒ですね。ということで、こちらは研究していきましょう。やばい、お金がなくなった。さあ、お金がなくなってしまいましたので、ちょっと気をつけないといけません。
さあ、和解の場所ということで、新炭鉱山が誕生したことで、石炭減少による不安はひとまず遠ざけることができましたよと。しかし、共同体の意見の相違は解消されていませんと。いうことですね。で、まあ、自分自身、プレイヤーがちゃんとしたものかどうかの、なんだろう、評議会が必要となっていますので、評議会を立てなさいと。いうことか。ただ、お金が全くありませんので、まあ、お金がちょっと貯まるまで少し進めましょうかね。いくら必要なんだ？こちらの方は80か。80お金が必要なので、お金が80貯まるまで待ちましょう。はい、これで OK ですね。で、これは中央だから真ん中かな？あ、ここですね。はい、建てれる場所ありましたので、建てていきましょう。さあ、評議会の方はもうすぐ立ちます。OK。さあ、そしたら第1回評議会ですね。ここは、まあ、石炭処理の結果により、最初の決断は、職務を継続できるかどうかだよ。まあ、これはどうなんだ？ああ、ちゃんとした議会になっています。真ん中でなんかやるのかな？ここになんか議長立ちそうな感じですね。ちょっと高くなってるいる場所。はい。で、こちらが、失敗したらあなたの指導的地位は終わりを迎える。ということで、失敗したら、もういきなりゲームオーバーかもしれません。まあ、支持22に反対4。意見が割れているのは74がまだ動かないやつだからだよということでしょうね。まあ大丈夫かな。一回投票してみよう。これ、軽い気持ちでやったけど、これで、ああ、やばい。大丈夫か？51以上して、危ない危ない。ギリギリだ。危なかった。はい、ということで、なんとか可決されたので大丈夫でしたね。はい、続いては未来をつなぐ燃料ということで、座を保てたよと。しかし、石炭の採取の拡張を成功しましたが、鉱脈はそう長く持たないので、早いところ次のやつを見つけないといけないよと言っています。フロストランドへのアクセス。ということで、物流区はフロストランドへのアクセスを提供。物流区を作らないといけないのか。旧中継地区の場所にしか建設できない。ちょっと見ていこう。あ、右上のなんか押すことでいけるようになる。ちょっと一旦止めましょう。中級なんとかかんとかは、これかな。はい、こちらですね。気になってたやつがようやくわかったぞ。こいつの周りに今掘ってたところなんですが、これが、何か外へ探検するやつですね。昔は多分バルーン関係のなんか、やることによって探検できたと思いますが、今回はまあここに市街地をに、こちら物流区を建てるということです。お金が20かかるので、まあこれはフロストブレイクが終わるまでに貯まるでしょう。OK。さあそしたら、こちら物流区建てていきましょうか。さあ適当に何マスだ ?6 マス。入れていきます。で、やばいな。物資がめちゃくちゃやばい。そして、人もやばい。労働人数もやばいですね。何もかもがない。食料はまだある。けど、あ、マイナス20だから結構やばめだね。ちょっとどれもこれもやばいな。今人が、あ、お金がない。お金がないので、これ40。人がいる間にできれば住宅だけちょっと建てておきたいんですよね。もしこれで人口が増えた時に人がいなくても対応できるようにしていきましょう。結構いけそうだな。広い感じでありますね。で、もう一箇所に建てておこう。よし、人口はこれで子供が増えても、あ、子供がいないのか。はい。そしてなんか来た。寒い季節が来た。はい。熱の需要が増加ということで。まあ、でも大丈夫そうですね。はい。まだ OK です。で、こちらの方で進んで、はい。物流地区が建設されたということで、これで探検ができるようになったのかな？はい。こちらですね。なんかあるのは何？これは。
ゴーフロストランドチームにより2665人が来るのか。こっちの探検するのが現在蒸気閣、これあれかな、ワンでオートマトンとか作った時のやつですかね。でフロストランド居住者、こっちの方は人だけか。はい、ということで、まあこっちからちょっと見ていきましょうかね。遠征の方にはだいたい15週間と5日かかって、フロストランドチーム10必要ですよということみたいです。さあ、町に戻って、あとは、足りない資源とかを補えるようにちょっとしていきましょう。さあ、なぜかわかりませんけど、人口が増加しましたね。1199人増加したよということです。町の成長ということで人口の成長と。数週間で大幅な人口の成長があったよということで、まあこれはちょっとどうなんだ?ありがたいのかな?まあ人、働き手が増えたことはありがたいので、これで物資をちょっと取っていきましょうかね。こちら今マイナスになってるところをぜひとも、取って少し埋めたいところ。はい、これでどれぐらい解消するかわかりませんが、作っていきましょうか。またこれ人口減ってきたので、これも気をつけないといけません。あ、そして探検の方がもう少しで終わりそうですね。今 98% 見ていこう。99になって100になると、今のところ何の動きもないけど、どうなるんだろう。さあ、100なりました。なんか出てきた。はい、こちらですね。大型機関車に副機関が打ち捨てられている。その上に、ああ、蒸気閣か。蒸気閣を回収するには、ゴーフロストランドチームを必要と。これはなんだ?ああ、なるほど。人が来るんですね。まあ、どうしよう。これ、受け入れるか。受け入れた。で、あと5残ってますね。利用可能。もう一個は何だろう。かつて子供たちが住んでいた工業施設と時を経て彼らは成長し、ニューロンドンの市民となった。残っていた作業員には、キャプテンによって帰還命令が出されたが、ということで、建材が300増える。こちらには鉱山利用に必要なフロストランドチームが減少。まあ、ちょっと石炭取るか。ということで、トレイルまたは高架輸送。トレイルを接続はどうしたらいいんだこれは。なんか線を引くような感じですかね。なんかピンがあるな。ピンをつなぐのか?あ、つなげない。届かないのか。もう一気に行っていいのか?さあ、ちょっと、これ一気に行ける?ピンはひょっとしたら、最善で伸ばせば、行けるのか。はい。ということで、これを繋いでおきましょう。ただ、ああ、そっか。フロストランダーが足りない。10必要なんですね。とりあえず、一旦この人らが戻って、右上の方のこちらですね。フロストランドチームの利用が、増えないとダメなんですね。一旦これ戻して、はい。15になったので、こちらでトレイル、もう一回接続していきましょう。どういう道がいいんだろう。こういう道にするか。はい。ということで、こちらで完成すればおそらく石炭が運ばれるんだろうと思います。これは何だろう?後で戻ってこよう。でももうこれ、招いてしまってますよね。よし、OK。さあ、そしたら続いては、しばらくできるのを待とう。そして人数が増えたおかげで、いろいろなものが足りなくなってますね。作っていきましょうか。まず居住区。こちらの方を作っていこう。はい、こんだけ作っておきます。多分、一区画じゃ無理かもしれないな。で、食料ですね。やばい、お金が全然ない。食料地区を作る。はい、作っていきます。はい、これでちょっと見ていこう。あとは、お金がないのと、建築素材もない。あ、そして、物資の方は建てましたが、120か。まだマイナス120あるんですね。全然足りていませんね。石炭はプラス25。ギリギリのところか。
はい、そしてこちらの方なんかイベント来ました。スーミラーイベントではないのか。 OK、であとはなんだ、物資ですね。物資がどこにあるかちょっと見ていこう。さあこれダメだ、スノーブレイクすらもできない。お金が全くない。はい、これでちょっと見ていきましょう。ここにあるね、ここに物資いっぱいありますので、ここをできたら取っていきましょうか。その他は食べ物、どっちだ、食べ物が優先か、食べ物優先かな、悩むところですね。一応スノーブレイクしておきましょうか。そうですね、一応しておこう。これでいつでも物資は取れると。はいはい、で今まだ来ない。あ、石炭がめちゃくちゃ増えましたね。ルート確保できたのかもしれません。ただこちらの方が5になってしまった。確か10ないと探索できなかったはずなので、いや困ったな。こちらの方一旦拡張してみるか。50お金が必要。はい、お金を貯めてちょっと拡張も必要ですね。その前にいろいろと人数をなんとかしていかないといけません。いや困ったいろいろ困ったことが起きています。石炭だけなんとかなってますね。ここもまあ大丈夫。一旦これで何人拡張したら増えるか見てみましょう。OK。一人も増えなかったら悲しい。よし。あ、10になりましたね。OK。で、こっちの方は？これは何だろう？新たな燃料源を確保しない限りダメだよと。ということで、さあ、そしたら次、こちらの方に遠征をかけていきましょうか。いやー、これはやばいぞ。人数もお金も全然足りていませんね。まあ、住居ももうちょっと作らないといけませんし、いやー、食料、物資、両方ない。どうしよう。これは先に食料を作るべきなのか、どうかですね。あと、なんだろう。法案をちょっと作っていかないといけない気がするな。食品添加物。食品に添加しているのは、採取された天然の原料のみとすると。あ、でもこれめちゃくちゃ資源、支持高いですね。これいけるんじゃないのか？投票してみよう。まあ、40は確定していて、やばい。あと10が伸びないのか？危なかった。これもギリギリだ。危なかった。さあ、法律が可決されましたね。OK。で、お金の方が来ましたが、まだ食料が足りない。1万ちょいはあるので、先に物資にしよう。なんか来た。媒介するものということで、強制的な健康診断を許可するか、健康診断の強制を禁止する。どうしよう、これは。関係性の問題なのかな。フロストランダーの、ものなのか。まあいいか。強制しよう。みんな健康が一番だ。よし、OK。さあ、それではここの物資ちょっと取っていきましょうかね。大丈夫かな？さあ、これでどれぐらい回復できるかがわかりませんけど、物資取っていけるようにしていきましょう。さあ、その他は、食べ物か。食べ物が若干怪しいですが、まあ、こんなもんでしょう。よし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 。さあ、そしたら、あとは燃料を発見するとか、そういう感じなので、もう少し時間がかかりそうですね。左の方に行って、左もなければ、また次に行かないといけませんので、まあ、頑張ってちょっと探していきましょうか。はい。ということで、今日はこれぐらいにして、また次回ですね、この続きやっていきましょう。まあ、ちょっと議会で何を選ぶかが分かっていませんし、まあ、どんなものか、ちょっと手探りのところはありますが、頑張って大きくしていきましょう。それでは皆様、ありがとうございました。